2019年イギリス総選挙は2019年12月12日にイギリスで行われた議会議員の総選挙である。当初は議会人気固定法により次回の総選挙は2022年6月8日に実施されることになっていたがボリス・ジョンソン首相がイギリスの欧州連合離脱を推進するために解散総選挙を実施する道義や法案を提出し続け4度目に ようやく実施が決定した。12月に総選挙を行うのは1923年以来96年ぶりである。イギリスのテリーザ・メイ首相は議会会において欧州連合と合意した離脱協定案の承認を得ることができず、2019年7月に退陣に追い込まれ、後任には離脱強硬派のボリス・ジョンソン前外相が就任した。ジョンソンは 就任時点での離脱期限である10月末の離脱を目指し、離脱協定案の承認がない、合意なき離脱も辞さない姿勢を見せた。これに対し議会会員は9月5日、合意なき離脱を阻止する野党提出の法案を可決した。これを受け政府は、事態打開のため、10月15日に総選挙を行う、道義を提出したが否決された。 9月9日の議会閉会直前に再度解散総選挙を行う動議を提出したが、野党議員のほとんどが反対や棄権に回り、必要な票数を得られず否決された。その後、再開された議会で10月28日、政府は総選挙を12月12日に実施する動議を提出したが、合意なき離脱が消えない限りは解散総選挙を支持しないことを明らかにしている。 労働党などが反対に回ったため3度否決された。同日には英国、EU 双方が10月末に予定されていた離脱期日を2020年1月31日まで延期することに同意し、合意なき離脱の可能性は遠のいた。ここでジョンソン首相は作戦を転換し、12月12日に総選挙を実施する法案を提出。成立に、 議会の3分の2以上の賛成が必要な道義と違い、法案は過半数の賛成で可決できるためハードルを下げ、これに離脱反対を訴える自由民主党とスコットランド国民党が離脱阻止を訴えるために総選挙に賛成する意向を表明。最終的には労働党も賛成を表明し、議会会員は10月29日に法案を可決した。 翌日の貴族院でも可決され、11月6日の議会解散と12月12日の総選挙実施が確定した。解散総選挙の直接のきっかけである欧州連合離脱の是非が争点となった。保守党は総選挙で過半数を制すれば、欧州連合からの離脱に必要な法案の審議をクリスマスまでに開始し、2020年1月末をもって、 離脱を実行すると公約に明記。また影響を緩和するための移行期間は延長せず、2020年12月末で終えるとも表明した。一方で労働党は政権交代が実現した場合は、欧州連合と離脱条件を改めてまとめ、それをもとに半年以内に2回目の国民投票を実施すると公約に明記した。主要な政党のうち離脱中止を公約に掲げて、 いるのは自由民主党のみである。イギリスにおける国民保健サービスは医療スタッフの不足や過重労働、また病院での待ち時間の長期化や手術の先送りなどの問題を抱えている。保守党は病院の新規建設や看護師の増員を公約に設定。これに対し労働党は予算の増額や保守党政権下で廃止された看護学生に対する 奨学金の復活を公約に盛り込んだ。労働党は保守党政権が NHS にアメリカ企業を参入させようとしていると主張し、保守党はこれを根拠のない疑惑であると反論。一方で保守党は労働党が NHS に週休3日制を導入しようとしていると主張し、労働党はそのような計画はないと否定している。選挙前より、 大幅に議席を増やし単独過半数を獲得した。解散直後の11月6日、労働党のトム・ワトソン副党首が個人的な理由で辞任し、総選挙には出馬しない意向を表明した。プライド・カムリと自由民主党、イングランド・ウェールズ・緑の党は、離脱反対の立場から共闘し候補者を調整。離脱強硬派のブレグジット党は、 保守党との同盟を拒否されたため600選挙区で候補を擁立する方針を打ち出したが、離脱派の票が分散するとの懸念を受け、最終的には保守党が議席を持つ選挙区には対抗馬を立てない方針を取った。ブレグジット党のこの戦略が保守党に大量の票が流れた要因となったと評価されている。投票の結果、 保守党は前回選挙より48議席を上乗せし、過半数326を上回る365議席を獲得し、これはマーガレット・サッチャー政権時に行われた1987年の総選挙以来の圧勝となった。ボリス・ジョンソン首相は EU からの離脱実現に対する強力な信任を得たと勝利宣言し、2020年1月末までに必ず離脱すると表明した。 逆に労働党は前回選挙より59議席を減らし203議席にとどまり、1935年の総選挙以来の惨敗を喫した。これは今までレッドウォールと呼ばれた労働党が圧倒的に優位な選挙区でも保守党が勝つほどであった。ジェレミー・コービン党首は残念な夜になったと敗北を認め、次回の選挙で党を率いることはないと事実上の 党首辞任を表明した。自由民主党のジョー・スー・インソン党首は、東ダンバートンシャー選挙区選挙区において、スコットランド国民党の候補に149票差で落選した。ありがとうございます。